ゴルフ業界を盛り上げようということで始まりましたチェケラーゴルフ。今回は5エレメンツ西麻布店にお邪魔しています。そこで私の気になるコーチ企画でですね、今回はなんと私の日大の時の先輩でもある橋本龍馬コーチに来ていただきたいと思います。お願いしますよろしくお願いします。お願いします。ということでですね、前回も河野コーチの南麻布店にもお邪魔させていただいたんですけど、今回は橋本コーチのところにやってまいりました。よろしくお願いします。お願いします。実は日大の私が1年生の時の3年生ですよね。3年生です。被ってるんですよ、なんと。めっちゃ大先輩。そうです。でもこうやってなんか YouTube で会うってなんかすごい新鮮で。そうですね、はい、楽しみです。なので頑張ります。よろしくお願いします。お願いします。何球か打っていいですか。はい、今日も左で行きまくってたんで、ね、いやもう昔からマイチのスイングとかは見てたの。見てました。どういう印象だったの。あ、綺麗だなと思ってました、その当時は。当時は最近インスタとかで見てちょっと怪しい。あ、やっちゃってるって。やっちゃってるっていうか、あ、ここなちょっと直して、ここを直せばもっといいのにっていうか、あ、舞ちゃんここ気になってるだろうなっていうのはなんとなくありました。さすが、さすが気になってる、ね、さすが気になってるコーチだけある。コーチ側が気になってる両思いよいしょ。直したいなっていうか、僕が個人的に気になってるところは、少しこうクラブがクロス方向に動いてる状態。トップがクロス、本当に嫌だ。シャフトプレーンですね、アドレスの時 の, そのクラブのラインに対してインパクトの直前でヘッドがスルスルスルってこう垂れてる。そう、垂れてる。インサイドアウトに垂れちゃう。これが少しこうインパクトの時にひょこってこうちょっとなんかピニョンって、そう、うわ、わかるのと、ダサいんだよな。この軌道っていうところ、クラブパスを見るとちょっとね、インサイドアウトがやっぱりどうしても強くなってて、ミスとしてはダフったりボールに届かなかったり、はいはいはい、あとプッシュっていうミスを、そうちょっとね誘発してしまうので、ここをより叩けるようにしていければと思います。はい、はい、クラブ垂れますよね。クラブ垂れちゃうんですよ。本当だったらこの線の上にあの、うん、ヘッドがこの上を通過するのが一番いいって感じですか。そう、そうです。私はこの下に来ちゃってるってことですね。下に来ちゃう、これが。そう、このヘッドが、うん、でクラブの動きなんだけど、クラブがこう今立ってる状態、こっからまいちゃんこうインパクトに向かって寝る、はい、また寝る、はい、また寝る、また寝るよ。でこっち回り、後ろ回りをしながら、はいはいはい、ボールに向かってインパクトしてる状態、はい、で終盤ギリギリで寝てきちゃう、垂れてきちゃうクラブが、うん、っていうのを反対にこう寝てる状態から立ってくる、立ってくる、立ってくる、で、逆方向です。ボールを上から叩こうっていうスイングに変えていきたいです。逆、やる、逆にしたい。逆、逆にするにはトップの位置を変えないといけないです。そうですよね、はい、今めっちゃクロスですよね。めっちゃではないんだけど、ダウンスイングに向かうまでの動きを見るともうちょっとクラブは寝かしておきたいかなっていう感じはある、はい、印象はあります。まあ、インパクトのそのピョコンもね、これで少し改善されるんじゃないかなって思う。うん、そう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 、その動きがね。で、トップを寝かせるまでの動き、これまたスタートがすごい大事になってくるので。スタート、スタート、テイクバックのスタート来たよ。スタート、最初が全部間違ってるらしいテイクバックの最初ですか。テイクバックの最初です。うわ、何も意識してないね。でも気持ち悪いんです、すごい上げるときに。なるほど。なんかこのまままっすぐ上げると開いてる感じがするし、うん、
広いフェース開くの良くないって言われたから、うん、すごいシャットに上げようとすると、ほうほう、もうなんかすごい何かぶって上がってかぶって下ろしてる感じするから、もう左行くだろうなって感じです、うん、中で、うん、上から叩こうとしちゃって、うん、そう、ちょっと上げてみて、どういう風に上げたら開いてる、開いて上がるように感じる。そうね、これね、フェースはそんなに開いてなくて、うん、体の動きが少し開くようにというか、インサイドに上がってるように感じるんだと思うので、そう。で、一応指標としては、見て分かるところとしては、ごめん、もう一回上げてもらっていい？ OK。 この、いいよ、楽にして。このバックスイング、手が腰のラインに来たときね、うん、手が腰のラインに来ましたって言ったときに、これ、腕と腕の間から向こう側の景色って今見えてない状態、左腕しか今見えてない状態がもう開いてるんだね、体の動きで言うと。そう、体が開いちゃってる、体が開いてる、クラブじゃなくて、か体が開いてるから開いてるように感じるの割に、フェイス面はこの前傾とフェイス面はほぼほぼまあ今平行、うん、だから開いてはないんだよね、フェイスだけでいくと。なるほど。むしろ体は開いてるのにフェイスがストレートってことはシャットになってる。じゃあストレートってどういうことかっていうと、テイクバックの上げる最初の指導ってことですか。そうが、うわ、それ一番知りたい。もう一回手を腰のラインまで上げてみて、 OK。 この時に鏡正面から見た時に、うん、腕と腕の間から向こう側の景色見える、結構肩がこうって縦に曲がってくる感じしない、うん、私いつもこうだわ。そうそうそう、これね、こう、そう、まっすぐいいやつはこう、こう、ちょっと待って、今向こう側の景色見えてるじゃん。見えてる。そうそうそう、これがまっすぐ、まっすぐ、あ、ここ全く見えてない私、あの、そうそうそう、これ見えてる。うん、何も手が、手首が何も動かない状態で、めちゃくちゃ極端にね、こう腕が向こう側の景色が見えない、こう内側に動いちゃうと、これだとフェース超開く、すごい開いちゃって、体もこれ開いてる状態、うん、それを手首でなんとかこうやって閉じてた状態、そう、だから体と手の動きがバラ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 違う動きしてたの、なってますね。ゴルフは背骨があって、背骨を軸にぐるぐるぐるってこうやって回ると、肩と腕ってこうやってついてきてぐるぐる回るでしょ、はい、これを上からさ、カメラでこうやって撮ったら、うん、これ下、真下ってさ、ずっと見えてる状態じゃん。見える、うん、これでアドレスの時って三角形って見えてる、見えてますね。まゆちゃんのこの溝落ちって見えてるじゃん、うん、が見えてる状態、このまんまさっきのこの状態、背骨を軸に肩がぐるぐるぐるって回ったら、そう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 、これがストレート。マジ？そうになると、これ今度横から取った時にクラブがいつもよりもちょっとアウトサイドというかに上がる感覚になる、はい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 、なりますね。そう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 、こっちに結構こういう感じになる、うん、ですごいなってる。そうで、まいちゃんのそのクロスになるまでの経緯っていうのが経由してるのがめちゃくちゃ、そう、極端に言うとね、これが体がこうやって開いちゃいます、向こう側の景色見えません、クラブちょっとインサイドに来ます、そっからよっこいしょって腕が上がってくるのね、なる。そうだから、クラブがこういうふうに内側から上がってきて、またそこを戻るっていう動きになってくるんだけど、さっきのバックスイングするとヘッドがいつもよりも外側に上がってくるから、はい、こっからよっこらしょって、まあ、ここの動きもあるんだけど、トップまで上がる、トップに行くまでのこの道、うんうん、各円が反対になるんだね、はいはいはい、今までこういう円だったのがこういう円弧になるから、なるほど、そうするとクラブは比較的寝やすい。あ、うん、でも確かにここ通らないとこう後ろに行けない、そう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 、いけない、うん、っていうところ、景色を見せると、景色を見せます、向こう側の景色見せます、これ見えてますよね、見えてます、ここにそうで、多分今までだってこうだもん、そうだよね、楽なんだよね、
楽。楽。それは飛ばない原因もあります？あんまない。飛ばない原因も当たりが薄いみたいな。そう、アイアンとかの。ロフトがやっぱり寝やすくなるよね。クロスからこういう、結局クロスからこうアンダーパスになってフェース開いちゃうから、はいはい、うん、これ距離のロスにもつながる。うん、こう。そう。え、全然変じゃない。素晴らしい。超かっこいい。変じゃない。マジ。これ一回打ってみてもいいですか。もちろん。こんな感じ。スイングいいんじゃない。惜しい。え、でも全然見えてないんだけど。まだね。なんで？私めっちゃ見せてるんだけど。でもさっきより良くなったもんね。なってる。うわ。全然見えてないじゃん。そう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 。あー、惜しいね。惜しい。まだ。惜しいね。うん。え、なんで？え、なんでよ。超極端にやってみていいですか？超極端に一回やってみて。こうね。うん。極端に。オッケー。え、見えてないんだけど。マジやだ。でも待って、まあ、私さ、うん、テイクバックで、うん、あの右肘を曲がる、うん、このハーフの時にこうやって引けちゃったり、うん、なんかかっこいい人って絶対こうまっすぐじゃないですか、うんうんうん、でそれを真似しようとかな思っても、うん、なんだろう、動画見るともう絶対こうやって引いてると引いたりとか、うん、もう右肘がなんかちょっと怪しいみたいな感じだけど、うん、今なってない。あ、そこです。そこのポジション、このポジション、ここね、すごい良くなってる。あとね、少し両肘曲がってないんだけど。あとはヘッドの上がるポジションが少し外側になってきたかな。うん、まあ仮に向こう側の景色が見えませんでしたって言っても、うん、少なくともクラブヘッドがいつもよりも外に上がりました。はいはい、ここがね、うん、手よりも前側に今ヘッドがいる状態だけど、うん、こっちに上がってくるとさっき言ったこのクラブが寝やすい方向に行きやすい、うん、行きやすくなるから。あとはトップまで行く、はい、今ハーフウェイバック手が腰のラインまで来た状態から、うん、次もうこれ以上体回らないよね。きついきつい。そのまま腕を伸ばし続けるっていうのは難しいから、うん、次は今度右手がぐるぐるぐるって外側にぐるぐるぐる、うん、ハーフウェイバック来て、うん、向こう側の景色見えてます。見えてる。ヘッド外にいる。そっから右腕をパタンコ、ああ、パタンコね、うん、バックフェイス俺の手にタッチして、そう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 、めちゃくちゃかっこいいじゃん。これオーバースイングならない。なんないなんない。こっちの方がない。ならんわ。オーバースイングしとるなと思ってたのに。こっちの方がオーバースイングになりますよ。こっから右肘くるりんこ。くるりんこ。かっこよすぎ。これわかこれわかりやすい。ぐるって回すの。そう。これ動きがもし分からない人とか、うん、どこまでやったらいいのみたいな、うんうんうん、あとはクロスで悩んでる人は、うん、クロス悩む人ペットボトルを持っていただいてですね、はい、両手でも右手でもいい。これをバックスイング、さっきのバックスイングしてトップまで行きましたって言った時に、うん、後ろに背中側に水がボト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 って注ぐんだ。そう、こぼれるぐらい意識していく。すごい大げさだけど動きとしてはそっち方向に、そう、動かしていく。そう、外旋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 していきます。上げてボトボトボト、そうそう。これラウンド中もできますもん。ラウンド中もできる。ずっとこうやって絶対クロスしないもんね。絶対しない。まあ限度はあるけどね。でもクロスに悩む人本当にいると思う、いっぱい、うん、からボトボトボト。結果それってさ、なんかやんなかった、そんな回。やった。河野さんに何回も言われた。あ、大沢さんも手元高くしてってるから、そしたらもう勝手にボトボトボトのあれになる、う
手元高くもうグリップ上に向けるくらいやれっていう、うん、そうそうなんです。であとはセルフチェック、さっき言ったこう直立して、ピッて直立して、で目線と同じ高さにクラブを置く、セットして、はい、うん、で、うん、手とこのクラブはアドレスと同じようにここ角度がついてて、くの字に折れてていいから、うん、このままピッと直立してもらって、うん、クラブをずっと同じ高さに回していく。まず体が回って、そう、これが今上から見て向こう側の景色見えてる状態ね、うん、でこれ以上無理、体も回れない、うん、でもクラブはずっと水平に回してねって言ったら腕こうやって外旋するでしょ、はい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 、そう、これがまいちゃんの背骨の周りを腕とクラブがずっとぐる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 って回ってる状態。そう、しかもこのままちょっと前傾してみて、たらクロスにはならない。本当や。そう、この水平して元の位置に戻る戻るっていう、この背骨と腕クラブの関係は変えないで、これでボールに当てるにはどうするのって言ったら、はいはいはい、下にだんだん前傾をしていくでしょ。そしたらこうボールに当たっていくし、少なくともこういう動きにはなりにくいかな。なりにくい、うん、なるほど。そう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 、めちゃくちゃ綺麗、めっちゃ綺麗。この動画が良かったと思った方はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。それではチェケラー。